こんにちは。美味しいものが食べたい、よしです。前にね、フレンチトーストの、小倉サンド、ホットサンドベーカリーでね、ホットサンドでね、ホットサンドメーカーっていうんですか、あれで挟んで、作ってみたら、まあ、まずくはないんだけども、成功とは言えないなっていうのがあって、今日はちょっとリベンジでね、今度は普通にワッフルの型でこう焼いてみたらどうなるのかなと思いましたね。そんなことをちょっとやってみようと思っています。ほんなら、いこめか。はい、じゃあいつものようにね、溶かしバターを塗っていきます。はい、そこへ、漬け込んでおいた、フレンチトースト、パンですね。これどうかな、はみ出すとなんか悲惨なことになるような気がしますけどもね、そのままいっちゃいましょう。じゃあ電源を入れていきます。さあ、なんかね、激しく蒸気が出てきましたね。ちょっと中覗いてみましょうか。わあ、いい感じ。あ、これまた剥がせないパターンかな。なんかね、裏側があんまり焼けてないですね。もうちょっと焼きましょうか。はい、じゃあね、はい、こんな感じですね。揚げていきましょう。やっぱり裏がね、ちょっとくっついちゃいましたね。めちゃくちゃ熱いんですよ、これ。うまく剥がせないですね。結構裏側がね、こんな感じでかなり悲惨な感じでひっついちゃってるんですよ、これ。さすがにね、この裏側をお見せできないので、よいしょ。この辺のこうもろもろを下へ全部隠しちゃいましょう。はい、ではね、これにアイスクリームとそれから、スペアミントがありましたんでね、ミントを飾っていきましょう。はい、こんな風に仕上がりましたよ。見えるかな。ちょっとなんか僕にピントが合っちゃう。こんな感じで、はい、食べちゃうよ。いただきます。うん、うん、そこそこうめえ。めっちゃんこうめえが言えないですね、これね。まあそこそこですわ。
やはりこのフレンチトーストっていうのは加圧してしまうとね、良さがなくなってしまうみたいですね。トロトロ感がないっていうか、美味しいんですけどね。美味しいもの食べてるときは本当幸せですよ。まあまあやね。中途半端なんですよ。これだったら普通にワッフルを焼いて食べればいいわけですし、フレンチトーストを普通にフライパンで焼いて食べた方が絶対美味しいと思いますね。ちょっと変わってていいかなと思ったんですけどね。自分の思うようなその味には向かっていかなかったみたいですね。いやいや、厳密に言うと味はいいんですけどね、食感の問題だと思います。サクサク感もなければね、ふわとろ感もない、両方の悪いところばっかりが出ちゃったみたいな感じがしますね。はい、これじゃあ今日はいいなと思ってもらえないですよね。思っていただけなくてもチャンネル登録の方はぜひよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今度こそうまくやるよ。